集まりました、いよいよ。よ、はい、これ驚きです。なんとここ全員26歳、97年世代です。はい。97世代多いね。多いよね。マジで。多いけど、うん、結構みんな、癖強い97年代が多い。お前が言うな。75万円のお前が絶対言うな。当たり前だよ。一瞬でしょ、それは。そうだね。だから忘れさせたくて。別にいいけど。でもそうじゃん。まあ、あと、ウッシー、俺いて、あと、山崎キロスか。言ったったら、キリがない。あ、三笘とか。あ、そこら辺で。あと、オコエ、ルイとかね。そこら辺で。オコエ。オコエ。マジオコエとかね。あと、BTS の格好。誰だ近くねえし、4人だよ。だすごいんだよ、俺ら。だから、とにかく。そうだから、まあ、奇跡の世代でもね、最悪の世代みたいな最悪の世代なんてするんだ。ある、実際ある、それは、うん、奇跡の世代ではない。いや、奇跡でもあるけど、ここまでやって揃うってなかなかないからさ、そう、まあそんな、あの、界隈違うんですけども、今集まったということで、はい、で、さっき、パワーチューブの方で、ナースケが、ナースケの方は僕ですけども、メインはナースケがゲスト出演して、ベンチとデッド、はい、やったということなので、はい、それもね、あの、動画のタイミングが間に合ってれば、やろうっていうことで、それも楽しみに見てください。いや、でも本当に、ね、教え方が上手いから、ナースケすごいやりやすかったじゃない。いや、楽しかった。いや、本当に嬉しい。やっぱさすが世界ね、目指してるだけあるよな。いや、これしかやってないからね、本当にもう。本当にマジで。まあ、ナースケも、あの、熱冷めてたと思うんだけど、まあ、今回ちょっと入ったと思うから、うん、ぜひね、頑張ってもらいたいなと、あの、思いつつ、あっちのところではね、あ、じゃあ動画のタイミングがそれ出てたと思います。あの、我々、ね、はい、僕とナースケですね、5月の11日に行われる北海道でね、パワーチューブ、ね、主催のベンチプレス大会にゲストとして出ることが決まりました。ありがとうございます。ちなみにさ、俺はさ、パワーチューブでさ、うん、あの、何キロやるって言ってもさ、ダイエット何キロちゃう、それでさ、盛り上がる順位も、うん、まあ200だろうね、200。だって俺はさ、普通にさ、ギリギリを攻めるわけじゃん。うん、じゃあ、あと何キロやるの？あ、でも俺は、まだ一回その国体で何キロやるの？国体？あ、この前。この前ですよ。この JCP は 197.5。はい。で、今体重それより乗ってんの？ちょっとポンってちょっと。できたのじゃない？なんで？水抜きすんのじゃん。いや、多分結構いいカツカツでいる。ちゃんと消える。階級とか計算で。ちゃんと消えるって言ったね。かもしれないよ。で、そこからさ、うん、もうやろうよ。ああ、なるほど。でも、世界大会があるから、いろいろともう緻密な計算があるの。ああ、そうだな。だから、変にここで200とかやって潰れるとか、あとは、まあ、成功したら成功でもいいんだけど、変に逆にそってピーク作れなくないじゃん。で、そういうのがあるから、本当に申し訳ない。本当にごめんなさい。いやー、まあ、余裕なやつでやるかも。いやいや、それかもしれない。マイク持ってパフォーマンスするかもしれない。ね、こういうところがやる。それはそうでしょ。だってさ、みんなお客さん見に来てさ、あゆととナースケゲストですって言ったらさ、ナースケってなるんだよ、分かる。俺の名前はどこ行ったっていう話なんだけど、そんなことはない。だから、当日ね、俺とナースケが審議したとしても、もうお前の方にはカメラ向けて、俺の方なんかもうなんか、ポテチが食いながら見られるから、そんなところで俺が200とか言って、世界大会で見るような話はね、一番もったいない。105キロ級のね、いいだからね。じゃあ逆に、だってそうしたらやる意味ない？いや、それはもう俺がこっちの名前、マイク。じゃあやんないよ、え？ベンチ当日やんないの？それはもうコメント欄の反応しない。じゃあマジで。じゃあ何キロやってほしいか書いてもらおう。まあ、絶対。今だって 197.5。まあ、もう障害とか今のどのペースの？もちろん世界大会もある。ある。1ヶ月後。でも北海道呼んでもらう。うん。そういうことだよね。呼んでもらうの？呼ばれた。呼んでもらうじゃん。呼ばれた。飛行機代も出してもらう。出してもらいますよ。ホテル代も出してもらう。出してもらいますよ。じゃあ何キロやってほしいかってことだよね。その全額負担してもらうためだよね。そう。うん。コメントの様子で見よう。とりあえず。そう。なんか最近 YouTube にちょっとバグが多いじゃん。コロナなんか上がったけどさ、なんか反映されたりになってじゃん。だもしかしたらコメントなんか閉じてる可能性があるから、これちょっと対象外だよな。そんなこと今まで言ってない。そう。だそれちょっと皆さんコメントを聞かせてください。逆に、ナースキング何キロ上げてほしいかっていうのも、一緒にそのコメントを書かせて、送ってくれると、ちょっとよりこう盛り上がりはあるかなっていう。一応ナースキングは、ここのさっき上げた動画で、110キロまで
そうね、上げました。で、動画のスイッチを切った後に120上げました。言っちゃった。はい、なのでそこはもう現時点で上がるので、ね、2ヶ月前でね、はい、まあね、その成長具合っていうのも正直視聴者からしたら楽しみで、ね、そうそう、ここで140持ってきたみたいな、いや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 みたいな、何で好きでしょ、何すけみたいな、一番言い過ぎてる人でドローやってさ、いきなりショーなんて言ったらさ、会社ドーン、いくいくドーン、いくよ、いけませんでした。いけませんでした。三試技やった、3試技。あ、一回で終わりじゃない、三試技。三試技、もちろん第一、第二、第三。そうだから第一から140いって、え、つらいつらい、三試技、三試技、地獄の空気。第三やるわけじゃないですか、うん、僕もレストをするじゃないですか、うんうん、だから選手に待ちもちろん、そうだよ、そうなの、そう、あー、打てた、ほら、え、こういうことやる、だからパンチをしちゃうから、違う、いや、俺その土俵に上がれるのかな、もちろん。てか、120上がったら当日めっちゃ強い。そうなん、うん、全然、もう初心者、初めてベンチの大会出ますっていう人がもう5割以上。あ、そうなんだ。そうですね、前回の時の割合で僕5割くらいだったんですよ。ほんとに、それの重量感で言ったらどのくらいのイメージ、重量感平均、うん、え、全然男性で言ったらマジで100キロから110の間、もしくは全然90キロ台全然いい。じゃあもしかしたら上位ね。もう全然なんだろう、まあまあ、え、で、ベンチなんで順位はね、それでさ、うん、階級ごとに分かれる。場が余ってやったっけな。一応分かれてるかもしれない。なんとなく。まあ、あるけどな。まあ、そんなガチガチじゃない。ガチガチじゃない。多分おそらく減量入ってる時期だから、まあ多分、一応階級で言うと74になるんだろうね。うん、おそらく。66キロ以上、76キロ以下だから。74つ。そっか。え、だって今何秒？今73。だってあれ、2ヶ月後だよ。多分。ああ、そうか。重量が。6級とかさ。まあ。階級はそんな気にしないで。頑張ろう。そうだね。だから、ナースは減量も入った上での重量をね、どのぐらいいけるかっていう、ね。変わる気難しいね。こんなにあるんですか、うん、66と、73なんだ。結構変わる。全然違くない？全然違う。ね、そう。66の前だったらマジカリカリなんだ。そう。まあ、あれじゃあ、結構ビューってなったんですよ。ここまでやる。はい。66だから、うん、絶対無理だ。その状態でどのぐらい上げられるかっていう。ね、ちょっと不利だけどね。74なのにさ、69ってかなり不利なところはある。まあ、全然楽しみです。でもなんかその状況で上げるからこそ多分希望を与えられる。ああ、そうね。うん、インフルエンサー治ってるからさ。そうだろ。気持ちね。マジで頑張ろう。その日だけ顔もくじ。まあ、チートデイみたいな。あ、そう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 。で、やって120以上。いやー、楽しみ。まあ、スタート120でいいよ。うん。あれは絶対とスタート120。だって140ってあったもん。それぐらいからスタートしてる。70ぐらいからスタートしてる。お前さ、盛り下がるぞ、お前。第一位、70キロで、お客さんもどういう反応したらいいか分かんないじゃん。あれは、俺はトップバッターになっちゃったもん。そう。出落ちだよ。本当に。本当に出落ちだよ、それは。いや、俺、普通に大会ちょっと見てたら知らなかったよ。残念。そんなんでお金出ません。そんなんで交通費とか負担されません。ちょっとね、これは本当にめちゃくちゃ楽しい。ウッシーとかはもう、あれ盛り上げ役って感じ。ちょっと出んの？いや、俺は基本的に司会進行やってるから、その大会です。前、ずるっ！え？なんで？俺も一緒に世界行くのにさ、お前やんない。いや俺らで、ね、毎回メンバーが一人出るのよ、大体。おー。俺は第1回、第2回大会出た。うん。なおさんは去年のベンチ大会出た。あ、で今年はウッティ上田が出る。そうだ、ウッティだ。ウッティ上田が出るから。そうだ、ウッティも90なんですよ。え？何でしょ？何でしょ？そうなんだ。はい、からもそう、あと有名人、有名なこと言った。あ、誰だ、そういうの教えてよ。おしらさん。え、また出んの？え、おしらさん。おしらさん来るの？おしらさんが。なんか仲いいよ。え、仲いい。おし、仲いいよ。おし、あの、なすけ仲いいよ。仲いい。え、おしらさんは今年も確かエントリーしてるから。去年。そう、おしらさんそうなの？おしらさんのサブチャンで上がってるんですよ。おしらさんは、そう、ベンチがすごい好きで、ネットとかも好きで、みんなもチャンネルを見て、毎回勉強してくれてる。で、超楽しみ。で、そう、いつも、コメント欄とかに、これやったらめっちゃ良くなりましたみたいなコメントがしてくれて。そうなんだ。すごい。だから俺、沖縄住みたいと思ってて、その、もしかしたら沖縄に今いるからさ。あ、そうなんだ。そう。で、まあ、カニさんと別れちゃったからさ、でも東京戻ってこられて沖縄でずっといるって言ってて、まさか北海道に行くと思わなかったから、こんなの逆じゃん。そう。そうね。もしかしたら出るの？初めて。すごいね。え、またじゃあサブチャンネル上げてくれるの？どうかもね。多分あげてくれんじゃないか。あれとお願いしたの？食べなかったので、うん、勝手に。そうなの。何もお願いしない。まあでも、ああいうのをあげてくれるのはいいことだよね。しゃべんでしか。俺じゃあ、撮るわ。あっ !YouTube 撮る。そうだよね。ね、そしたら64万人っていう登録者に、
パワーチームの大会めっちゃ最高じゃん。広まるんだよ。ありがとうございます。いや、それでも俺最初から撮るともらったいや、嘘だよ、こいつ、こいつ嘘だよ、ほんと嘘もうこの手の顔は俺も中で投げてるから。嘘、これは嘘、これは嘘です。嘘じゃないよ、さすがに。で、これで終わってさ、これ終わって帰ってさ、ナースのプレーみたいになったら、いや、再生撮れないでしょ、とかって言って。あー、言ったことねえよ。一緒俺の著者めっちゃ大事じゃない。あとは思う、言ったことねえ。正直無事だね、再生撮れなくね。絶対言うなよ、ほんとに。俺、どんだけチームのパフォーマンスそう、だからそのダンスキーが今多分取るって言ってるから。ああ、でも自分が出るのはやっぱり取りやすいし。うん、確かに。えっ、ってことはさ、もともとさ取る予定だって言ってるけどさ、出ないつもりでしょ、失礼しました。いや、普通にその Vlog で北海道行くし、はいはいはい、言ってたけど、俺でもガッツリそんな出ると思ってなかったから。バカか、お前自分のチームで考えろ。ガッツリ出すなのパワーチームは。そりゃうん、そう、当たり前に考えろ。いや、全然でも自信やります。よっしゃ、あざっす。お前 Vlog とかで行ってさ、ここから始まってさ、その東京帰ってくるまであれさ、2、3秒とかで使うのよ、マジで。かっつりちゃんとお前、サムネとかそれ用にして、わかるよ、130、もちろん、もちろん。そう、筋トレ初心者が 4年目で、こんだけ上がるんだったみたいな、そういうサムネにしてくれちゃうのかな、いいの。やっぱあいつもさ、あげた瞬間さ、じゃあみたいなあるじゃん、あれやりたいよ。ああ、なるほどね。ああ、俺のところは GCP だよ。はい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 。あれやりたい。ああ、いいね。やりたいよ。でも、そっか、今から1ヶ月半ぐらいかも。そうなんだ、2ヶ月半って言ったらね、ちゃんと練習しよう。うん、そうそうそう。あんなことはね、第1代にとって第3で PR 決めて、そこからできるんだよね、そうだね。そうだね、うん、か、第1代に失敗失敗、最後失格の時に助かったなと思うやつもある。それも経験してるから、それもある。それもありますから、あ、失格もしてますけど。じゃあ、あれを目指そうか。上げて、白旗ポー上がったら、ナスキがシャーって。そうだね。いや、行きたいな。そう、見たいな。でも、一発目の大会だ。そうだよ。ちょうどいいよ。おぉ、おぉ、やばっ。ちょうどいい。そうだよ。賃金、賃金からそれ取って。そうだから、Vlog と、どうどういう形態で行くの。ああ、本当にちゃんと練習しようか。うん。どうぞ、いや、その当日、住宅みたいなの、ちょっと賃金で回してもらう。まあ、でも賃金が来るのもね。来るのは来るよ。取ってもらう。じゃあ、もう、がっつり、その、ね、ベンジに集中してもらって。ね、で、あの、がっつり、エドワード・カトフ。そうなんです。練習するんですよ。うん。もう、視聴者。なんか、オンラインで教えてあげたら、全然もういつでも。でも、定期的に、フォームを増やしてください。ああ、全然。うん、でも俺たちも全然気にしないの。え、実は。どういうこと？どういうことじゃないの？ちょっとやるとこ、やるとしたら違うと思うけど、まあ、爪が浅いパワーの台があるから、練習はしやすい。あ、なるほど。エリタイムがしづらいんですよ。うん、ちなみに、この台は、史上最強のチート台って言われてるから、当日はブルじゃないか。当日でもしかしたら新型英語持ってくるかもしれん。わあ、一番でブルのマジでこれ。あ、出会えばブルにしようかな。こんな形で。やりづらい。だから この感覚で沈むじゃん、体が急に。重さがすごく逃げやすいけど、硬くなるからさ、コンクリートに出てるイメージなの。反発するのも、そう、難しくなる。ちょっと部分が浮いちゃったりする。そう。体が柔らかくなってうまく立ってくるし。そういうのもあるんですよ。じゃあ、ブルの方も制定。まあ、台まだ制定できるからね。買うのそれ。いや、あの、無双から持ってくるんですよ、いろいろ。プレーターやな、ホモニアな。で、新型あるからさ、新型いいんじゃないみたいな話になってる。投票取ればいいじゃん。ああ、まあ、ありかもね。だってそれで、まあ、この台だったら、あ、埋まったのか。埋まった。埋まったのか。だからもういいか。だからボスかけなくていいか。そう。じゃあ、あれじゃない、ナースケが成功する方がさ、大会的にも面白いわけじゃん。うん。出場人数は何人ぐらい。結構、それ待ったよね。でも50名。すごっ。2日で。しかも北海道で。24時間で。そう、ああ、そうそうよね。1日で。そう。それってでもやっぱ地方から来る人。地方からも、やっぱ7万人って結構すごい。まあ、その7万人が、ほんとなんかコアな、現人みたいな割と7万人なんで、なんかそういう大会とかやると、みたいに結構すごいんですか。だからチャンネルの、なんかこう、視聴者層の強みでもあるっていうか。なるほど。だから平気でリストラップとか普通に500とか1000とか2日とか見る、なんか公式ラインのやつだけでうまくなっちゃう。相性がいい。俺なんかプロテイン売っても売れないけど、ギアとかならすごい相性よくて。あ、プロテイン反応悪いの。あ、いや、プロテインとかそもそも売ってないけど。あ、絶対売っても売れない。え、売れないよね。絶対売れるよ。いや、絶対売れないよね。相性悪いの。あ、違う違う違う、企業さんのやつとか。あ、そっち。あ、そっちやったらいいけど。そうそうそう、バイナス。そうそうそう。まあ、それだったらまあ、ね、あれかもしれないけど。ただ、パワーチームとしてなんかプロテイン作りましたから、ね、絶対売れる。そうね。アパレルと同じ感じだね。そうそうそう。いや、俺なんか服出しても売れんのよ、うん。最初 T シャツとか出したけど、全然売れないから。でもやっぱリストラップ、パワーグリップとかギアになった瞬間もバーン。
プラスアルファのアイテムとかまた売れる。これからリリースゲームとかでさ、エルモスイートも出すし、あとトレーニングベルトも出すし、まずパワーチューブでも広告つき始める。まあまあ、そこまでついてないから。まあついてない。7万人ってずるいんだぜ。すごい、やばくね、もったいないよ。はい、まあまあそんな話でね、帰りが遅くなっちゃうね。しすぎてやばい。そうそうそう、あれですけど、サロンライブだから、まあ、ということで、ちょっとね、告知っぽくなっちゃったんですけども、はい、我々ちょっと3人、5月11日、北海道で大会行くので、この視聴者見てる人とか、もしくはね、休み取ってこれるって人は、観客は何人でも入れるんですか？何人でも入れます。あ、ちなみに観客の募集は4月から。あ、じゃあ、それまでに動画出したいね。ありがとうございます。ということで、そこら辺の、内容とかも概要欄に貼っておければなって思うかなと思って、ダメだったら、忘れてたってことで、はい、皆さん、確認調べて。ください。はい、ということで本日のゲスト、ウシーさんでした。ありがとうございました。あ、ちょっとサムネだけ撮らせてください。これにサムネある。